はい、こんにちは、レトスの小野です。7月22日の3問に入っていきます。 A が建設業者 B との間で建築の請負契約を締結した。工事完成後、建物に瑕疵があり目的を達成することができなかったとしても、注文者 A は契約を解除することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×です。原則、注文者が相当期間を定めて瑕疵がないように催告をして、で、その期間内に瑕疵を直すことができなければ契約解除することができます。例えば、注文者が居住用目的、住むことを目的として、建物の建築を依頼しました。建築業者に依頼しました。その場合、完成した建物が傾いていて住むことができないとなると、この注文者は困りますよね。そのため、もし一定期間内に住めるようにしてくださいっていうふうに期間、相当期間を定めて住めるようにもししなかったのであれば、つまり傾いた建物を直すことができないというのであれば、注文者は契約解除することができるということです。で、改正前っていうのは損害賠償請求はできるけれども契約解除まではできないってなってたんですよ。ただ改正民法では契約解除することができますので、その点注意していただければと思います。で、問2ですね。重要事項説明です。現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには、当該説明は案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題ですね。答えは×です。まず、案内所等で契約したり申し込みを受けたりする場合、青年者である専任の取引士を1名以上置かなければなりません。まあ、これは基本事項ですよね。これは絶対に頭に入れておきましょう。そして、案内所等で重要事項を説明する場合、この専任の取引士でなくても構わないんですね。まあ、通常の取引士、専任でない取引士であったとしても重要事項説明可能です。なので答えは×になります。で、専任の取引士と取引士、まあ、普通の取引士ですよね、の違いについては個別事情で解説させていただきます。で、ちなみに宅建合格者イコール取引士じゃないんですね。ここをちょっと注意しましょう。まあ、取引士って宅建士って呼ばれるもんですね。これイコールではないので、この点注意してください。宅建に合格しますよね。で、その後知事の登録を受けます。で、取引証の交付を受けます。で、これでめでたく取引士です。まあ、登録を受けたら取引士っていう考えもあるんですけども、ただこの時点では取引証がないわけなので、取引士としての仕事はできないんですね。その点が頭に入っていれば大丈夫です。で、問3ですね。 A が所有する市街化区域内の面積2000平米の一段の土地を B が A に対して有する金銭債権の担保として、当該土地について大仏弁済の予約を行おうとする場合には、事後届出をする必要はない、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。で、大仏弁済の予約っていうのは、債務の弁済が期限内になされない場合に不動産などの資産を金銭に代わって弁済する、この予約契約のことなんですね。例えばお金を貸してお金返ってこなかったら困りますよね。なんで、お金を返してくれないのであれば、お金じゃなくてその債務者が持っている土地で返してください、弁済してください、これを予約することですね。これは大仏弁済の予約です。で、そもそも届け出が必要な条件の一つ、まあ、これ国土利用計画法の届け出ですね。事後届出とか事前届出、これが必要な条件の一つに、土地の所有権を取得する目的の移転または設定、まあ、これ権利性っていうんですけども、まあ、これがあるんですね。権利性っていうものがあります。で、売買っていうのは移転ですよね。所有権移転するので権利性はあるんですけれども、今回の問題文の大仏弁済の予約、これは設定の方に該当してきます。まあ、つまり権利性はあるということなんですね。で、さらにその他の届け出の条件である対価性とか契約性、これも満たしてるんですね。で、対価性っていうのはお金のやり取りです。で、今回お金のやり取りはしてないわけですよね。これ大仏弁済なんで不動産でやり取りするわけだから、お金のやり取りはしてません。ただ不動産についてもお金に換金できるわけですよね。だから、まあ、対価性はあるというふうにみなします。あと契約性もありますよね。大仏弁済の予約についても、これ予約契約っていう契約をするわけなんで契約性もあります。したがって面積要件を満たしたら、これ事後届で事前届で必要になってくるんですね。で、今回市街化区域だから2000平米以上だったら届け出が必要ですよね。で、これ面積要件も満たします。だから事後届では必要ですと。
だから答えは×ですというふうになるんですけれども、まあ、これ今のような考え方が、まあ、正しい考え方っていうのか、まあ、厳密な考え方なんですね。ただこれってすごく難しいんですよね、考え方として。なので短期講座の受講者様にはもっと簡単な考え方をお伝えいたします。で、この考え方をすればもういろんな問題解けるようになりますので、まあ、今回はね大仏弁財の予約なんですけれども、例えば贈与だったり相続だったり時効取得だったり、あと抵当権の設定だったり、まあ、いろんな問題に対応できるようになるんですね。なんでぜひ短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。そして短期講座受講したい、今年絶対合格したいという方はこの動画の下の概要欄から短期講座の概要をご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。